今回はたった一種目で体幹が鍛えられて全身のストレッチができるエクササイズを紹介していきます。たったの30秒です。動画を見ながら一緒にやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、たった一種目で全身ストレッチができて、しかも体幹が鍛えられて、いいとこ尽くしのメニューを紹介していきます。なかなか一個ずつストレッチって面倒ですよね。体幹鍛えると言っても、少し辛いだけで腰が重たくなりますよね。今回は、辛くなく、適度に息が上がって、全身が使えて、体ポッカポカ、代謝がアップできるメニューになってます。1日1回目標としてやってみてください。右左を行うので各30秒合わせて1分になります。膝をついて行いますので硬いところはちょっと難しいです。タオルを敷くか柔らかいところの上でやってください。それでは紹介します。はい、スマートフォンは見えるところに置いてください。そしてランジの体勢を作ります。後ろ足はつま先ではなく足の甲です。ここから重心を前に持っていきます。床をしっかり踏んでください。その時にお腹と前ももを伸ばします。同時に両手で手のひらで風を前に送る感じで手を動かして、手を返して背中全体をストレッチしながら前足で前屈をして、同じように前に風を送る感じで動きます。これだけでも結構バランスがいります。体幹も鍛えられますので一緒にやってください。これ左右30秒ずつです。ペースは任せます。意外と早く動いてしまうと、後ろに戻った時の前屈を忘れて、すぐ前に行ってしまうので、そうならないように、ちゃんと一個ずつ、動いてください。それでは30秒行きましょう。スタート。ここから、ぐーっと大きく、息し、しっかり吐いてください。これだけでね、結構体がねポカポカになります。あと少しです。よし、 OK。 反対も同じようにいきます。スタート。体を反らして、結構ね右左やりやすさが違うと思います。これ毎日やってたらね、左右のバランスも良くなってきますんで、よし、 OK。お疲れ様でした。左右やってもたったの1分、全身使えてるんで手頃でね、めちゃくちゃいいですよね。まあ、ちょっと体温まってくるんで、お風呂上がりにやっちゃうとまた汗が出るかもしれませんが、やっぱりストレッチっていうのはお風呂上がりがおすすめです。体が柔らかくなって血流が良くなって代謝が上がったりしますんで、こういった全身を使えるストレッチ、何度も動画を見ながらやってください。頑張ってやってみたよ、これくらいで良かったよとか、何かあったら感想で教えてください。グッドボタンもお忘れなく。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。